まこなりです。今回は生産性の観点で今すぐ家から捨てるものトップ5を発表していきます。まず最初に言いたいことは、みんな家にいらないもの置きすぎです。物をね、収集するのが好きでそれを分かってやっているならいいですよ。それはあくまで趣味ですから。でも特に何のポリシーもなく生活をしているんであれば、私は断言して必要最小限のもので生活することをお勧めします。なぜ物を減らすべきなのか、それは本当に自分がやるべきことに注力するためです。家に置くものとは関係ないだろうと思われるかもしれません。もちろん家が散らかっていてもたくさん物があっても仕事ができる人というのはいます。ただそれは例外です。私の知るリーダーたち、仕事ができて結果を出し続けてきた人たちの家はどこもシンプルで洗練されています。全員が全員とは言いませんが、傾向としては間違いなくあります。偏差値の高い大学の人の方が必ずしもではないが年収が高い傾向にあるみたいな感じですね。結果を出す人たちはとにかく無駄なことが嫌いです。彼らは自分の人生が有限だと知っています。自分の力をどこに注ぐべきかを常に考えています。その価値観、考え方が家にも反映されるんです。もしあなたが挑戦する人生を歩みたい、より結果を出して活躍したいと思うんであれば、無駄なものは削ぎ落とした洗練されたシンプルな生き方をすることを強く強くお勧めします。ということで今回は家から捨てるべきものトップ5を発表していきます。ただ捨てるというのももったいないんで、メルカリだったり地元に出品するというのもいいと思います。これから言う捨てるべきもの、もちろん個々人によって賛否両論あると思います。絶対的な正義はありませんから、最後はねどうしても趣味思考の問題です。なのでこれからの話を聞いて、あ、それいいねと思ったものをぜひ取り入れてほしいと思います。では早速いきましょう。家から捨てるべきもの第5位。第5位はローテーブルです。家にローテーブル置いてる人多いですよね。こういうやつです。私も大学生の頃はわずか5畳の家にガラス製のローテーブルを置いてました。かっこいいかなと思って。でも私が必要最低限のものしか持たない生活を始めてから気づいたんです。マジでローテーブルいらないって。なぜローテーブルがいらないのか、理由は4つあります。大して使わないくせにスペースを取りすぎること、上に小物やゴミが溜まっていくこと、汚れて掃除する必要があること、猫ずれ姿勢が悪くなること。冷静に考えるとローテーブル本当いらないんですよね。もう少し具体的なケースでおすすめのアクションプランを話します。まずソファーの前にローテーブル置いている人、あれねなくていいです。ローテーブル置くじゃないですか。きっと前にはテレビがあって、その前にこうコーヒーとかお菓子とか置いて飲みながら映画とか見たいとかあるわけですよね。このね動作が大きすぎるんですよ。それが単純に疲れる。それだったらまだこんな感じの動かせるサイドテーブルを買った方がいいです。ローテーブルなくしたら劇的に広くなるし掃除も簡単になります。いやでも机がないと困るよって人いますよね。作業机を買ってください。ローテーブルで勉強したり食事をするのはやめてください。姿勢悪いし立ったり座ったりが大変ですよ。作業机にすれば圧倒的に楽です。理解してもらえたでしょうか。ローテーブルは今すぐメルカリかジモティに出しましょう。唯一あると便利なケースはみんなで集まってトランプしたり遊んだりするときです。これはね作業机だけだと厳しいんですよ。でもこういうことってやる機会どのぐらいあります？ほとんどないと思うんですよね。そのためにローテーブル置いておくのはバカらしい。どうしても必要だと思うんだったら折りたたみのローテーブルを買っておきましょう。私がAmazon を見てこんな感じのを買っておくといいんじゃないっていうのを書いておきますので、概要欄ぜひ見てください。今すぐ家から捨てるべきもの第4位。第4位はラグ、カーペット、マットです。これは以前出した家事をなくす方法という動画でも話しました。コメント欄でブチ切れられるのを承知ではっきり言います。ラグ、カーペット、マットを敷いている人、巨大な雑巾を床に置いているだけです。家の中に敷物を置くというのはもはや宗教の一種だと思ってます。端的に言うなら特に意味はない。いらない理由1つ目、汚れを吸収し続けること。床に敷くものっていうのはホコリやダニの温床です。それに色のついたものを絨毯なんかにこぼすともう大変です。そっから2、30分ひたすら染み抜き作業が始まります。何の時間ですか。床に敷くものっていうのは敷いた瞬間からずっと掃除をし続ける、こぼさないように気をつけ続ける、業を背負うことになるんです。得られる便益に対してあまりにも罪が重すぎる。そもそも敷物がなければクイックルワイパーでスーって掃除終わりなんですよ。いらない理由2つ目、スリッパ、クッションがあれば困らない。ラグとか絨毯を敷く人って足が冷たいのが嫌だって人いますよね。シンプルにスリッパ履いてください。お尻にはクッションを敷いてください。以上です。スリッパやクッションは汚れたら買い替えも簡単です。一応念のために具体的にこれはなくてもいいよというのを言っておきます。まずよく見るのがローテーブルの下に敷いてるラグや絨毯、何の意味もないです。テレビとソファーの前には敷物がないといけないという固定観念です。これも結構やりがちなんですけど、キッチンのマット、これもいらないです。あれなんで置くんですかね。料理の時に出てくる肉や野菜の汁を吸収させてるだけですよ。個人的に一番敷いちゃダメだと思ってるのがトイレのマットです。あれは言うならばおしっこを保管してるみたいなもんです。あのマットはどう考えてもなくていいです。ちなみ
にすごく脱線しますけど、洋式トイレで立ちションする男子いますよね。切り落としますよ。あれは本当にやってはダメです。犯罪です。あの塗料のついた液体で実験した結果知ってます？周りに死ぬほど飛び散ってるの。もうやってる人って絶滅危惧種だと思うんですけど、絶滅してください。これを見ている男子の皆さん、洋式トイレでは座ってしましょうね。ちょっと脱線しましたけど、もう一度言います。家にある敷物は全て処分です。唯一一つだけ置いていいものがあります。珪藻土マットです。こいつだけは死ぬほど便利なんで、今すぐ買った方がいいです。私はニトリで買ったのを使ってます。今すぐ家から捨てるべきもの第3位。第3位は念のために保管している空き箱です。皆さんの家に空き箱溜まってませんか？家電だったりキッチン用品だったり靴が入っていた箱、そしてほとんどの人が取っているであろう iPhone の箱。箱貯めるの好きですよね皆さん。でもなぜ箱を取ってしまうのか、理由は分かってます。返品するかもしれない、誰かに売るかもしれない、このどちらかですよね。確かに返品するケースは初期不良だったりする可能性もあるんで、最初取っておくってことは理解できます。でも最初だけです。じゃあ誰かに売るケース、そんなにありますか？これまで箱に入れて誰かに売ったことってどのぐらいあります？中古販売を好きでよくやっているという人でなければ数ヶ月に1回ないですよね。もう1年に1回ぐらいじゃないですか。仮に箱に入れて売ることがあったとして、箱に売ることで上がる値上がり幅ってどのぐらいですか？せいぜい1割か2割ですよ。 iPhone なんかだと箱があってもほとんど変わりません。あれほとんど裸のまま売買されるんで。いやでもわかるんですよ、もしかしたら必要になるかもしれないなっていう気持ち、箱がないと損するという気持ち。でもダメなのはまさにそれなんです。もしかしたらこうなるかもしれないという発想で足し算しまくること、その思考法こそが成功しない人の考え方といっても過言ではありません。成功しない人は皆勇気のある引き算の生き方ができないんです。ああこうなるかも、損するかもって考えすぎて、結局あれもこれもやって力が分散してしまう。空き箱を取っておくだけでそこまで言うかと思われるかもしれません。でも私としてはそれが一時が万事、大事なことだと思います。ミニマルな生活をすることで得られる効用、めったにやらないものの返品売買のために取っておく箱、この2つを比較すると明らかに前者の方が100倍メリットが大きいです。私の場合は箱は即捨てます。なんなら初期不良の返品もめったにないと思ってるんで全部即捨てます。ぜひ皆さんも箱は取っておかないといけないという固定観念から解放されてください。今すぐ家から捨てるべきもの第2位。第2位は紙の本、漫画、雑誌です。紙はね、重いし、かさばる。もうこの機会に私がいつもお勧めしている Kindle Paperwhite を買って紙のない生活に切り替えましょうよ。 Kindle に完全移行すればいつでも読めて圧倒的に生産性が高いですよ。雑誌の場合はうちの女性社員に教えてもらったんですけど、 D マガジンがかなりいいらしいです。なんとこれ月400円で450種類の雑誌が読み放題。もし雑誌を買っている人は今すぐ D マガジンに切り替え使いましょう。こう言うとね、毎回紙の良さを語ってくる人たちがいるんですけど、私も紙の良さは理解していますよ。例えばノンデザイナーズブックという私が会社内で必読書にしているデザインの本があるんですけど、これなんかはスマホで見るのは難しいです。あと他には何でしょうね、紙の手触りというか即こうページを開くみたいな動作も早いですよね。あとは目に優しいとかもあるかもしれませんけど、 Kindle Paperwhite ならブルーライトカットされていて目に優しいんで大丈夫です。まあ一言で何が言いたいかというと、紙の本の方がいいっていうのはほとんど慣れの問題だということです。紙よりも電子が優れているという絶対的な正義を振りかざすつもりはないですけども、もしこの話を聞いて参考にしたいと思った方はぜひね取り入れてみてください。私の家には紙の本、雑誌、書籍は一切ありません。第1位に行く前に番外編で一つだけこれだけは絶対捨てろよっていうものをお伝えします。それは三角コーナーです。この三角コーナーはキッチンにおいては絶対ダメです。理由はシンプル、三角コーナーが一番汚れて臭くなるからです。こういう100均で売ってるようなプラスチックの三角コーナーは今すぐゴミ箱に捨ててください。もちろんダイヤも提示します。こちら Amazon で買えます。紙製の水切りパックです。これを料理のたびに置いて生ゴミを捨ててゴミ箱にポンするんです。ちなみにこの水切り袋よりもさらに上位互換がディスポーザーという機械です。皆さんディスポーザー知ってます？これめちゃくちゃすごくて、生ゴミをそのまま流しに流したら粉々に砕いてくれて水と一緒に流してくれるという魔法の装置です。自分は今の家に引っ越してからこのディスポーザーがついていて、生ゴミを捨てるという行為が人生から消え去りました。キッチンが生ゴミ臭くなることも絶対にありません。調べたところによると、最近建築している分譲マンションなんかはだいたいこのディスポーザーがついてるらしいです。特に料理が好きな人はこのディスポーザーのために引っ越してもいいくらいです。便利なんで念のため知っておいてください。
家から捨てるべきもの第1位。この第1位は、まこなり社長なら絶対言いそうだなって思うことなんで、ちょっと言うの申し訳ないです。第1位は置物飾り物です。即処分しましょう。よく実家なんかに行くと置物飾り物だらけだったりしますよね。置物飾り物はできる限り家に置いてはいけません。スペースが圧迫されるし、埃が溜まるだけだからです。置いた瞬間から掃除する手間が生まれますし、掃除が必要な割には機能性もありません。でも誤解しないでほしいです。私は別に機能性がないものが全部ダメだと、無価値だと言うつもりはないんですよ。よくツイッターなんかで、まこなり社長は生産性の塊だと、ロボットだと、無駄を楽しむ喜びを知らないんだなとか言われます。物事を二元論の極論で解釈するのはやめてください。私は無意味なもの、アートだったり絵だったりも好きですよ。利便性ではない感情的な報酬も重々理解しています。まあだからこそ経営ができてます。例えば思い出の写真を飾るとか、好きな絵を飾るとか、見ると癒される可愛いクマのぬいぐるみを置くとか、それ自体が無価値というつもりはありません。それにもかかわらず、なぜ私が置物飾り物を置くなというのか。それは飾り物というのはその空間全体に調和してこそ意味があるからです。そして調和させるには極限まで引き算の発想で物を配置する必要があります。日本人の大抵の家はセンスがなさすぎます。もう全てが足し算の発想。海外で買ったおしゃれな絵、ディズニーのぬいぐるみ、好きなアイドルの写真、みんなで撮った写真、そういったものがごちゃごちゃと秩序なく置かれていませんか。大変失礼なんですけど、私から言わせれば飾り物がかわいそうだなって思います。何か飾るんであれば、その飾り物、置物がきちんとその空間に調和するように置いてあげるべきです。しっかりとした余白のある空間に一つ置いてあげましょうよ。日本人の普通の家だったら、部屋に置ける飾り物、置物は一つだけです。一つだけに絞り込むことで部屋が洗練されます。その飾り物の魅力が何十倍にも大きくなるんです。ぜひ一回 Apple Store に行って引き算の美学を学んでください。 Apple Store は世界で最も面積あたりの売り上げが大きいストアです。その Apple Store がどのように陳列されているか、 MacBook だったり iPhone だったり、商品が最も目立つように余白を大事にして配置されていることが分かると思います。飾り物、置物を無理に足し算の発想で置くぐらいだったらしまっておきましょう。場所を取るんであれば実家に送ったり、サマリーポケットなんかを使うといいです。私の場合はうっかり飾り物なんかを受け取ってしまったりすると、迷わず捨てます。置物だけじゃなくて、あ、これはもう使わないだろうなと思った瞬間に捨てます。今回は飾り物、置物は置くなという話をしましたけども、実際はそれだけじゃなくて家具なんかもきちんと引き算の発想で置くべきです。でもそういったインテリアのデザインとか難しいなって人いますよね。自分にはそういうセンスないからなって。これもいつも言ってることですけど、ビジネスマンでデザインセンスがないは言い訳です。言い訳せずに今すぐノンデザイナーズブックを買ってください。これはデザイナーじゃない人でもデザインの原理原則が学べる本です。ビジネスは人に何かを伝えるということが不可欠です。伝える時にはただの文字だけじゃなくて、きちんと装飾して見やすく分かりやすくして伝えるってことが必要ですよね。だからビジネスマンでデザインができないっていうのはありえないと思ってます。せめて原理原則だけは押さえておいてください。本のリンクを概要欄に貼っておきます。またちょっと脱線しましたけども、置物飾り物はできる限り減らそうという話をしました。いくつかお知らせの後に最後に復習します。私の経営するディブでは一緒に働く仲間を大募集しています。今本当に人が足りないんで、もし興味がある方はぜひコーポレサイトを見てください。日本最大級のプログラミングスクール、テックキャンプが今大好評です。未経験からプロのエンジニアになりたい方、教養としてプログラミングを学びたい方、ぜひ無料カウンセリングに来てください。もしまだチャンネル登録しない方がいればチャンネル登録よろしくお願いします。これからも仕事や人生に役立つ話をできる限り短く分かりやすくして配信していきます。ついでに LINE の登録もよろしくお願いします。ということで最後に復習しましょう。今回は今すぐ家から捨てるべきものトップ5を発表しました。第5位はローテーブル、意外となくても困りません。第4位はラグカーペット、マットレス、リビング、キッチン、トイレの敷物は全て捨てましょう。第3位は念のために保管している空き箱です。空き箱は取っておいても大して役に立ちません。それよりもシンプルで洗練された生活を優先しましょう。第2位は紙の本、漫画、雑誌です。 Kindle に完全移行しましょう。 D マガジンもおすすめです。番外編で三角コーナーもいらないという話をしました。第1位は置物飾り物です。置物飾り物を置くなら、洗練されたその飾り物が生きる置き方にしましょう。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。いつも応援してくれてる皆さん、本当にありがとうございます。もしこの動画が役に立ったよという方は、ぜひ高評価、コメントをよろしくお願いします。あとは皆さんの中でこれも捨てた方がいいよっていうものがあれば、ぜひコメントにください。これからも皆さんの生産性を上げる動画を上げていきますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。